私は年子ママピアニスト。ピアノを始めたのは3歳。幼稚園はなんと、音感教育専門の幼稚園。絶対音感はバッチリ。よくある質問に答えていくよ。その1。初めて聞いた音楽は全部どれみで聞こえるのか。正解は丸。初めて山手線に乗った時もメロディーは、ドソドミラッソ、ドシラソフレと聞こえてきたよ。 頭の中ではドソドミラッソっていう風になるんだよね。その2どんな音でもドレミに聞こえるのか。これも音なんだと思えばミレミレみたいに聞こえる。ギリギリオッケー。